みんなお疲れ。いや、楽しんでますか？楽しんでますか？めっちゃ楽しいですね、本当に。ノリをわかんな、本当に。なんでここまで反応狙ってないのに。イエーイ！もうどこで死んでも良さそうだ。ありがとうございます。ちょっと飲んでから、すいません。横浜で、全体的に曲がロックでいそうなので、皆さんのノリ大丈夫かなとちょっと心配はしたんですけど、心配しなくて大丈夫ですね。僕の日本語も心配ないんですね。そう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 、やっぱ人間ってね、こうなんかやっぱ人に褒められると隠せないんですよ、表情が隠せない。かっこいい、かわいい、どっちかい？どっちも？は？ここから聞くとみんなの声がうわーしか聞こえない。だから、何？男？女？わかりました。チャラい。あ、どっちも。どっちもっていうと、あ、そういうこと。あ、そっかそっか。ね。だって人間は二つの面を持ってますよ。だってここでこうジャンプして、タオル回して、こうやってここでこう暴れても、家に帰ったら、あ、旦那さんとか言うじゃないですか。お帰りなさいって言うじゃないですか。違う？家に帰ったらもう、私何も知らないもんって言うじゃない。あ、違う？結構ね、そう、家で出せなかった自分の、ずっと今までずっと隠したその面をここでも発散してください。受け取れやるから。でも、
じゃあここで平時で、じゃあ僕もあの他の面を出さなきゃいけないけど、はい、ここで、こうみんなと楽しく、じゃあ遊んだ時間を一曲過ごして、次の曲は、ナオイスクートっていう曲なんですけど、ちょっと自撮りした曲でバラードの曲です。まあ、韓国の歌詞なんで、多分皆さん歌詞は分かりますか？じゃあ分かる方は一緒に歌ってみてください。まあ、歌詞が分からない方々はメロディーを感じてください。じゃあ頑張って歌ってみますね。それでダンスを聴いてください。